はい、本日はですね、偽物のダウンジャケットに気をつけろというね、ご紹介をしていきたいなというふうに思います。ということで、去年ですね、僕視聴者さんにこのアンタークティカパーカーってこうノースフェイスのねダウンジャケットなんやけど、これは本物ですよ。正規店で買ったから本物なんやけども、某メルカリっていうねフリマショップで買った時に偽物捕まえさせられましたって言ってね、その比較した動画っていうのがあるんですよ。でね、確かにいつの時代もね、偽物やパチモンや言うてね、いっぱいあるじゃないですか。ほなやっぱどうせ買うんやったらそれ捕まえないでくださいねっていうのが僕の視聴者さんに対しての注意喚起ということになっておりますので、まあこの辺ずらっとよく偽物が出やすいようなブランドと、あと逆にあんま出ないよねっていうブランドがあるかなと思うので、まずそこ見ていきたいなと思うんですけどもね、あんまり見ないよねって、偽物があんまり少ないよねっていうのって、やっぱりねこの辺りがね偽物少ないと思います。っていうのも、まあまず紹介するとね、このナンガっていう、まあ、日本のブランド、そしてこのミズサーダウン、これも日本のブランドなんですよ。だからやっぱ日本のブランドのやつってあまり海外の偽物が出づらいというか、その海外の偽物というか偽物が出づらいっていうことで、なんでっていうとね、偽物のダウンを作ってるのって基本的にやっぱ東南アジアとかで作られてることが非常に多いんですよ。まあ今で言ったらインドネシアとかね、あとベトナムとかね、あとパキスタンとかね、バングラディッシュとか、この辺って非常に縫製工場多いんですよね。で、昔一昔前までだったら中国とかって見ないんだけど、中国今もちょっと人件費高くなってきてるからね、まあ、中国でも一部は残ってるんやけども、やっぱりその東南アジアが非常に多いと。でここらに並んでるブランドって東南アジアを一回経由してるブランドが非常に多いんですよ。で対してこの日本のブランドっていうのは基本的にはもう日本で縫製したりとか日本で検品したりとかしてるので、あまり出てこないっていうところも理由としてそうやろうし、あとそれ以外にも世界的にまだ認知されてない可能性もあったりするんでね、まあ、そういうところであんま見えへんのかなと思うんですけど、もし仮にあの見かけあった方教えてください。あのなんかの偽物見たよとかね、このミズサーダウンの偽物見たよって方がいらっしゃったら教えてほしいんですけど、僕は今まで聞いたことがありません。だから今後はね出てくる可能性はあるんやけど、今のところはまあないであろうというところでいきたいんですけども、じゃあ偽物が多いのどれですかと、これを皆さんも聞いたことあると思うけど、まずは、去年僕も動画で紹介したけど、このノースフェイスね、ノースフェイスは非常に偽物が多いっていうのも、なんでかって言ったらここの表記に書いてあるけども、基本的には作ってる国っていうのが国内ではないんですよね。ここに書いてなかったな、書いてないけども、まあ物によって変わってくるんやと思うけど、インドネシアとかねパキスタンとかもされていろいろちゃうんやけども、そういうところで作ってるので、まあ、偽物がある可能性があると。ただちょっと待ってよと、ノースフェイスって富山に工場あるじゃないですかっていうね、コアな人もいてるんですよ。その通り、素晴らしいってことなんだけども、富山に工場あるんやけども、基本的にはあそこの工場って配送工場とかになってるし、それ以外にも実はオーダー用の工場はあるんですよ。だからバルトロとかもカスタムしたバルトロとかはそこの日本の工場で作られてるんやけども、基本的にカスタムじゃない既製品っていうのはもう海外です。だから非常にいいところの質問しましたねと、君いい質問したねってなるんやけども、残念ながら基本的にはカスタム以外はもう海外で作られてる、東南アジアで作られてる。で東南アジアっていうのは非常に偽物を作る工場も多いところであるというところでね、仕方ないかなと思います。で次に多いのがね、まあ、これも似てるブランドっちゃ似てるブランドだけど、シュプリームノースね、ノースフェイスとシュプリーム、これももう全く同じなんやけども、作ってるところが東南アジアやから、どうしてもその模倣品っていうのが非常に出やすいんですよね。これはどこって書いてないんやけども、東南アジアではあります。なのでね、そういったところで出やすいんじゃないかなと。まあ東南アジアとじゃあ国内って何がちゃうのってなってくるんでね、まあ後でそんな話もしたいなと思うんやけど、やっぱり縫製とかがね、あの若干甘かったりとかするんですよ。でそれ以外にもね、視聴者さんからいただいた感じでこうジャパンって感じで見てもらったら、画像とかでタグがねちょっとほつれてたりとかするっていうことなんで、この人正規店で買ってるんですよ。正規店で買った上で、タグさん見てくださいと、これもしかしたら偽物ちゃいますかって、なんかアウトレット感強いんで嫌ですわなんていう話されてたんやけども、これはなんでかっていうと、ちゃんと正規品なんやけども、やっぱり海外で作るとこういうほつれがあったりとかっていうのは仕方ないんですよ。やっぱ人件費も安いし、その品質の高さってないんやけども、やっぱ国内で作ってるこういうブランドがね、そういうのがあまりないっていうところも、まあ国内の強みではあるんやけども、まあ、ちょっとそんな話は一旦置いていきましょう。そんな話しだしたらもう永遠と喋り出しますから、このダウンおじさんはね、ほっとったらずっと喋るから、ちょっと一回ちょっと次行きたいんやけども、この花田クルスもよく見ますよね。なんかワッペンがちょっと違うんですなんて言ったりして、見分け方ありますなんて言ったりするんやけども、早い話ワッペンどころの騒ぎではございません。もう中の綿から何か全然違うから、それはパッと見の画像だけ見たりしたら一緒かもしれんけども、持った瞬間もうこれ別物やんと、それは加藤愛と後を買いぐらいちゃうでっていうぐらいね、もう全くの別物になってますので、触れば分かります。画像だけではちょっと分からんかもしれんけども、触れば分かると。でそれ以外にあったらタトラスとか、まあ高級ブランドライン、このモンクレールとかもそうなんだけども、この辺もねよく偽物が多いですよね。っていうのもやっぱり海外を経由してるっていうか、あのこれ東南アジアこれ経由してるかどうか分からんけど、中の綿はね、あのヨーロッパとかが多いんやけども、最終的な縫製どこでしてんのって言われると、もしかしたら東南アジアとかその辺りでしてる可能性が高いんじゃないかと。だから綿の仕入れとかはもうヨーロッパで全部やってんだけども、まあどっかの部分ではね、まあそんなあるんちゃうかなと思います。でちなみにメイドインなんとかってあるじゃないですか。メイドインインドネシアとか、メイドインパキスタンとか、メイドインジャパン
ーンとかってあれするけども、それの正式な定義っていうのもやっぱあるんですよね。だから例えばアクセサリーやったら何十パーセント以上の工程は、例えば半分以上かな、70か80パーセント以上の工程は国内でやってやんとメイドインジャパンと言えないとかっていうのがあったりするんやけども、なんか靴とかはね、ものによればね、最後の検品したところの国でも国産を言えたりとかするとかっていうのがあったりするんですよ。だからほとんど中国で作ってんだけども、最後の最後紐だけ日本で通しました。極端な話ね、極端な話、そうやってやった時にはいメイドインジャパンみたいなこともできんこともないらしいんですよね。ただそれは最近はそう取り締まり厳しくなってるから、靴だけじゃなくて服も厳しくはなってきてるんやけども、そういったことでどこどこさんっていうのを歌わんようになってきてるのもあるんですよ。厳しくなってきてるから、前までだったらそうやってはい国産です、日本です、日本産ですって言えたりしたんやけども、今そういうのが厳しくなって 80% 以上は日本で作らないと国産って言えないよとかっていうのがあったりするから、まあそんなのがちょっとずつ変わってきてるので、それによってタグがどこさんって昔は書いてたじゃないですか。もう何でもかんでも日本産って書いてりゃええという感じだけども、最近はそういうどこさんって書かない、さっきもノーセンス見たけども書いてないですねなんて言ってるんだけども、なんで書いてないんかっていうと、そういう規制がねちょっと厳しくなってきたっていうところもあります。でも一昔前まではほんまそんなスニーカーの紐通した時にはい日本産みたいなのもありましたけどもね、そんなんがなくなってきてるんだねっていうことでありました。で僕ね最初はね、いやこういうのって普通の生地やからあかんのちゃうか、こういうゴアテックスやったら大丈夫なんちゃうかって思ってた時期もあったんやけども、結局ゴアテックスでもね、生地はゴアテックスじゃないんやけども、ここの刺繍だけゴアテックスってつけたりとかしたら、それはそれでもうパチモンできるんですよ。去年そうやってあったからね、実際偽物は触ってますので、まあ、そこはあんまりゴアテックスであろうが防水生地であろうがあんま関係ないかなということで、でもそもそもなんで偽物ってできんのっていうところじゃないですか。偽物なんか作る必要あるんと。でも作る側の方から考えてみると、利益が出るからやるわけじゃないですか。逆に作らないということは利益が出ないから、要は原価が高いから作ってもしゃあないってなるんやけども、出すってことは、原価が安いのにその値段で売れんねや、ほんなら作っちゃえみたいなことじゃないですか、多分作る人の発想としては。だからそう考えると、このナンガのダウンジャケットが出てこないとか、あと水沢ダウンなんかこれ10万するけどそれも出てこへんってことは、そんだけ元々のコストの値段が高いっていうことが分かりますよね。だってこれ作ったってもうその差額が出えへんから、偽物作ったってしゃあないやんってなってくるんやけども、このあたりに関してはまあコストに考えたらもうちょっと安いよと。例えば洋服ってよく言われるから 15% とか、原価って 15% とか言われたりするんですよ。10万円のものやったらまあ大体1万5000円ぐらいでできるとかって言われたり、まあ高くても 30% ぐらいでできるっていうところがもうほとんどなんですよね。それ考えると、例えばこう20万のダウンジャケット原価に関しては6万円ですと、で 30% でこう6万円ですねあったりしたら14万円儲けれるから、偽物作ってじゃあ15万で出そうかみたいな、それだけでも11万利益出るよねみたいな感じになるじゃないですか。あそうそう9万か、9万利益出るよねってなったりするから、まあそういうところでね、利益が出るようなところっていうか、まあ要はコストがそんなに高くないようなものがパチモンとして出やすいんじゃないかなというふうには思っております。そう考えたらね、このなんかのホワイトレーベルのダウンジャケット、これ9万で高いとかって言ってる人いてないけど、めっちゃ安いからコスパもめちゃくちゃええからって思うんやけども、まあそれは値段だけ数字だけ見たら高く見えるけども、それちゃんと物の理解した上でそれを値段と照らし合わせたらめっちゃ安いんですよ。やけど100均とかってね、全部100円やから安いとかって言うけども、意味のわからんもんで100円ってあれ高いじゃないですか。それと一緒で本質を見ていこうというのがね、まあ、このチャンネルということになってますので、何の話かわからなくなったけど、まあ、そういうことになりますと。でね、正規店でとりあえず買ってくださいと。僕の視聴者さんにはね、僕の視聴者さんにある人は別に好きなとこで買ってフリマで買って好きなようにしたらええんやけども、僕の視聴者さんはとにかく変なもん捕まされんために正規店で買いましょうと。で正規店って高いやんという方もいらっしゃるけど、それは頑張りましょう。正規店で買えるぐらいの男になりましょう。なんでね、もう正規店で買われへんってことは、それはもう身の丈に合ってないから諦めましょう。僕もいっぱい今まで買いたいのありました。やけどそれは身の丈に合ってないからやめようと思ったこともいっぱいありますので、もちろん今もありますけどもね、あるので、そう見え張ってロゴを買うんじゃなくて、ちゃんと自分の収入と自分が買えるものを一致させた上でね、正規店で買っていくっていうのが非常にいいんじゃないかなっていうことでね、正規店で買ってほしいなと思います。わけわからんフリマサイトとかで買って見え張るのは他のチャンネルの人のところでやってください。僕のチャンネルではそういうのは求めてません。本質を見るチャンネルになってますのでね、そうやってやっていくんやけども、その中でもね、さっき言ったみたいに正規店で買ったのにちょっとなんか刺繍ずれてるんです、タグちょっとおかしいんですいう方もいらっしゃるんやけども、それはね、国産のブランド以外のものは仕方ない。もう国産のブランドだとそれ言ったら、修理もやってくれるし直してくれたりするところもあるやろうし、基本的に、ね、検品してるからそういうのがあまりないんですけど、まあ、海外産で作ってるやつ、もちろん、ノーセンスもそうやし、あとまあパタゴニアとかもそうやけども、やっぱ海外で作ってるじゃないですか。まあ、パタゴニアなんかフェアトレードを言うてるから分かりやすいけども、東南アジアとかで、ね、作ってますってもう明記してる。これパキスタンやったかな、ちょっと忘れたけども、そうやって明記してるから、まあ、多少ね縫製がずれてるとか、あとロゴのところにちょっとこうアウトレット感が出るとかっていうのもあるんやけども、まあ、そこはもう仕方ない。そういう海外産でそういうもんやから、それはちゃんと正規品で本物なんやけども、それをもし国内で作ろうと思ったらそんなコストでは作れないんで、もっと高くなりますけども、それは海外で作ってるから、まあ、コスト抑えれてるよね。まあヌプシなんかがね、分かりやすいレースはこれも去年までとかだ
ら3万5000円ぐらいで買えたんですよ。もう3万5000円でこのクオリティ買えれるんやったら多少穴開いててもしゃあない。もう普通やったらそんなもん3万5000円なんかでこんなん出てこへんから、まあそれはもう仕方ないんですけども、まあ、今年ちょっと仕様変わったからちょっと残念だけどもね、まあそれは仕方ないので多少ほつれてるとかはね、もう3万5000円と目つぶってよと、まあそれは7万8万9万出してきたらそれがなくなってきますのでね、そういうのがもうどうしても気になるとか嫌やねんっていう方はね、まあ、そこまでグッと値段上げた方がいいかなと思うんですけど、まあ3万円だったらしゃあないかと、4万円ぐらいでしゃあないかというところでね、思っていただくのがいいのじゃないかなと思います。まあなのでとにかく対策としてはほんまに正規店で買ってください。もうずっと言ってるんやけども、正規店で買うしかないです。で特にねネットとかでも、あの僕が聞いたことあるのはね、某ヤフーショップとかね、某アマゾンとかでは本物もあると思うんですけど偽物捕まえたよっていう人も聞いたことはあります。ただ正規店はね、もう確実に間違いないじゃないですか。だからまあ正規店でとにかく買ってくださいと。でその本物かどうかわからへん某ショップで買って一か八か狙うぐらいやったら、もうそんな無駄な金払わんと、もうちゃんと正規店で買って、ちょっと割高かもしれんけども、まあそれのおかげでね日本経済が回ってるんやと思って、ちょっと割り切ってそういうところにあのお金落としていくっていうのもね、大人としてしっかり日本に貢献してるんじゃないかなというふうには僕は思っておりますのでね、そういうところでいかがでしょうかということになってました。だからまあそうやって見栄を張るようなチャンネルじゃないんでね、これは見栄張るようなチャンネルってちょっと他に言ってください。もうずっと言ってるけども、そうじゃなくてちゃんと本質を分かった上で、日本の社会に貢献していこうじゃないかというちょっと真面目な話をさせていただいたんですけども、そういったところがね、偽物を捕まわせられないために気をつけてください。そして買うからには身の丈に合ったものをね、皆さん一緒に買っていきましょうと。僕もはっきり言ってこの辺身の丈に合ってないけども、これ動画用でやってるけども、プライベートはもう身の丈に合ったようなことしかしてません、まあ、なのでねこれからも一緒に頑張っていきましょうということで、本日はですね偽物のダウンジャケットには気をつけろということでご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。